AS30 はフランスアイロスパシアル社製のソラ対地ミサイルである。誘導方式が半自動指令標準1一致1の AS30 とその発展型のセミアクティブレーザー誘導の AS30 リットルがある。実戦で97%という高い命中率を示した。AS30 は1964年に登場したソラ対地ミサイルで誘導方式は 半自動指令小巡線一致。約3870発が生産され、イギリス、西ドイツ、インドなどで採用された。AS30 リットルは AS30 の発展型で、1974年からアエロスパシアルとトムソン CSF により開発作業が始められた。誘導方式はセミアクティブレーザー誘導で、機体に装備した標準ポットや地上部隊から、 照射されたレーザーの反射をミサイルのシーカーが捉えて誘導される。推進方式は2段固体燃料、ロケットモーターで本体微物側面のノズルから噴出されるのが加速用。主翼直後のロケットモーターから長いノズルを通して本体後端の中央から噴出されるのが速度維持用である。最大射程は 12km。厚さ 2m のコンクリートを貫徹する威力がある。 半数筆中海は1メートル。1983年から生産が開始され、900発以上が製造された。フランスでは、ジャギュア、ミラージュ F1、ミラージュ 2000D に搭載された。また、イラク、インド、パキスタンなどに輸出された。AS30 は、南アフリカ国境紛争で、南アフリカ空軍が使用した。AS30 リットルが、湾岸戦争。 ボスニア・ヘルツェゴビナ紛争に投入され、約60発がジャニュアから発射された。命中率は97%。また、イラン・イラク戦争でもイラク軍のミラージュ F1 に搭載された。AS-30 の運用国、脱走ミラージュ 20P42。ありがとうございます。